あれ、フリーです。あ、もちゃんさんですか。あ、こんにちは。あれ、もちゃんさんですよね。確かにもちゃんさんですよね。あれ、もちゃんさんだ、すごい。もう今でやっちゃいましたからね。後悔しているようですが、内心は意外と達成感を感じているようで、なのでこのまま続けます。お付き合いください。怖い、怖い、怖い、怖かったね。ごめんやめて、え、やめてください、やめてください、やめてください。もっちゃんはユーモアが豊かな人です。たまにはピーを流して盛り上げてくれる優しい人です。金魚紹介してください。金魚ですか。はい、わかりました。お願いします。あ、じゃあこの子、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 見えないです。このオレンジの子、オレンジと白の子、みんなオレンジあるんですよ。なんとも見えないです。だからオレンジと一番でかい子、一番でかい子です。うわ、これがほら、このほらローズテールショート。これはやばい。うわ、品評会に出てないけど、ね、出してもよかったかなと思うんですよ。まだ出てないですよ。ローズテールっていうのがこのここのこの付け根、あ、ちょっと待ってください。付け根が普通の魚と違うんで、エキスの形クジャクって言うんですけど、それと同じような形状をしてるんですよね。そうですね。でかい。やっぱ持つのも大変ですね。ひっくり回すの、まあ、珍しい品種ですね。はい、じゃあ買いましょう。じゃあ買いましょう。じゃあ、えらい真面目に真面目にするじゃないですか。自分的には推しはですね、推しの子、あ、じゃあ推しの子、推しの子、うん、推しの子、すっごいゆっくりだけどな。 UFO キャッチャーのようになってる。これ推しの子だそうです。もうお茶目なもっちゃん、何やってんすか。推しの子、よしよし、おっと、お腹見たこっちかっこいいんすよ。ほう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 、濃いでしょ色が。おー、かっこよくないですか。手乗り金魚です。手乗り金魚。いやだって手乗り金魚。はい、ありがとうございます。手乗りランチみたいな。楽しいね。楽しいよね。楽しいんだろうね。俺のこと掴むんですよ。俺のこと掴むんですよ。なんてもっちゃんのこと掴む。スカン剣。こう書いとこうか。もっちゃんのことスカン剣。これがあの、言ったブリキの水槽です。だから今回、徳永さん持ってきてくださったんですよ。で、宣伝もなくなるんですよ。宣伝も作られたんですよ。あれ、徳永さんの、ずっとホームページあるんですけど、その登っていくとですね、いろんなことが出るんですよ。で、水槽として、もともとやっぱ、その、ブリキの芋で買った、作ってあったらしくて、で、こういう水槽を貸したものを、徳永さんとこれは最初やりましょうって、それをメーカーで量産するためにガラス水槽を買ったらしいですよ。聞いた？全部撮ってるけん。これすごいよ。すごいですね。すごい。これ手作りで作ってあるんですよ。初めての水槽。最初に、形になったやつを撮る。すごいですね。初めてすごくないですか？なんかこれサボテンとか中に入れてもすごい可愛そうです。よく買えそうじゃないですか。ブリキの水槽。それは推しの子を入れてから。推しの子をね、推しの子、推しの子、こら食べ物ちゃう。おしんこじゃないですね。食べ物、漬物でもないですね。どっちかというと唐揚げです。もちろん唐揚げ好きですか。唐揚げが好きです。いやいや、唐揚げでいいんですね。はい、唐揚げでいいんですね。はい、じゃあ唐揚げしてみます。うん、唐揚げが大好きって書いてある。
環境によるんですよね。オレンジと黒、多分色が出てくるだけなんですよ。実際、色素持ってなくて、外部が取り入れることでそれを発色していくんですよ。だから、赤チゲとカロチゴールっていう、体を赤くする成分を、どん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 体が燃焼することで赤く発色していくんですよね。だからそれがオレンジ色になっていく。黒というのはメラニン、人間と同じですね。日焼けして、そう色素を作って、それを代謝によることで黒というのを発色していくんです。ライトの当てすぎですか？ライトの当てすぎもあると思う。当たってるんだと思うんですけど。はい。西木とか入ってないですか、部屋の中に。西木。ゆいとーね、食べんな。あと餌やと思うんですよね。餌の中にそのどうしてもその赤色、赤くする成分が含まれてるんですよ。で夏場っていうのはそのライト光があるのとその発色する成分があると色が変わってくるんですよね。結構だから水温が高いと結構変わるんですよ。黒から赤はね、赤だいたいですね。黒っていうのは赤の上に乗るんですよ。赤の上、あ、そうなんだ、ね、はい。だからそのカロチノイド代謝とメラニン代謝の両方合わさってメラニンが上に形成されるんですよ。なんで赤の上に黒が乗るんですよ、基本は。だから黒いオランダのボールじゃないですか、あれも外食していくと赤になるんですよ、黒が上で。だから赤を上げ、赤くする色素は持たせながら黒を上げていくと黒っぽい色になるんですよ。真っ黒になる、1週間で。あと環境ですね。暗い、周りが下が切れて、普段なんで下向くんですよ、下見てるんですよ。下見て泳いじゃってるんで、下が黒いと保護色で体がどんどん黒くなる。基本的にはですね。あとはもう単純にそのメラニン代謝の方が多いんだと思います。カロチノイド代謝に対して、はい、ちょびひげが可愛くて、だから全身黒になる。あ、頭結構モコモコしてますよね。あ、それ見えてないです。そうなんだ。結構視野が閉ざされてないですよ。真っ暗じゃないですか、人間も。それと同じです。で、逆らって、もう見てもらったら分かるんですけど、側線というのをこれ感知するんですよ、いろんなもん。もう見えるかな。この点々点々ってとこにあるんですよ、本当は。それで、人間の点みたいな感じです。けど感じてるんですよ。流れだったり、あー、なるほど。振動で、こうするのも分かってるんですよ。だから、視力ってもうほぼ実際なくて、しかも真っ白で見えないじゃん。ここに目ついてる。実際見えないですよ。こうやってちょぱちょぱとしてるけど、人間どこって感じなんですよ。それか。2週間ぐらい。声かたの。そうですね。そういう素質があるとかないです。そういう個性を持った魚と思ってもらったらいいですね。あ、そっちがあってたんですか。